壁内でエレンと接触した獣はリヴァイに追われて撤退。別行動中だったミカサも現れて3人は合流を果たした。直後、死んだかに見えたアルミンがかすかに息を吹き返す。リヴァイが持つ巨人化の注射を打ち、ベルトルトを食わせればアルミンの命をつなぎ止められる。エレンはアルミンに注射を打つようリヴァイに訴えたが、リヴァイ兵長エルヴィン団長が重傷です。例の注射が役に立てばと思ったんですが、どうでしょうか。まだ生きてる。この注射はエルヴィンに打つ。お前らも分かっているはずだ。エルヴィンの力なしに人類は巨人に勝てないと。ドロストクを守れたのも、兄の正体を見抜いたのも、ベルトルトを倒せたのも、全部アルミンの力だ。人類を救えるのは俺でも団長でもない、アルミンだ。そうだろ、ミカさん。人類を救うのはエルヴィン団長だ。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。悪魔を再び蘇らせる、それが俺の使命だったんだ。だから邪魔するなよ。ミカさん、私たちにはエルヴィンがまだ必要なんだ。あの壁の中で希望の灯火を絶やしてはならないんだよ。私にも生き返らせたい人がいる。調査兵団に入った時から別れの日々だ。正気を保つことさえままならない。辛いよ、分かってる。それでも前に進まなきゃいけない。兵長、海って知ってますか。アルミンが言うんです、いつか見に行こうって。ガキの頃の夢なんて俺はとっくに忘れてて、何かを憎むことしか頭になくて。でもこいつは違うんです。アルミンは戦うだけじゃない、夢を見ている。全員ここから離れろ。ここで確実にベルトルトをエルヴィンに食わせる。さあ行こう、ミカさん。アルミン、またな。どいつもこいつも。地平線まで全て塩見せ。エレンはまだ疑っているんだろう。絶対あるんだから見てろよ。俺はこのまま地下室に行きたい。ガキみてえにわめき散らしやがって。みんな何かに酔っ払ってねえとやってらんなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。あいつでさえも。センスにいないって、やって調べたんですか。リヴァイ、ありがとう。Ah! Ah! 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 Ah!
アギエライダー兵長どうしてですか。こいつを許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは俺たちだ。だがもう休ませてやらねえと。エルヴィン、獣を仕留める約束だが、まだ先になりそうだ。もう死んだ。そうか。